こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はバリオンステッチを使ったチューリップの刺し方をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider tulip with Varion stitch today. Let's get started now. はい、それではここに図案が用意してあります。まあ簡単に手書きでこう書いた図案なのですけども、色違いで3本チューリップを刺していこうと思うので、こういうふうに3つ書いてあります。ではまず葉っぱの方から刺していきます。緑の4本取り、まあ、メインはお花の部分なので、もうこれは簡単にですね、もう一直線で茎の部分はこういうふうに、もう葉っぱの部分も簡単に、でこれちょっとぴったりとくっつけて、少し短いストレートステッチをこのように加えていきます。両サイドにですね、こんな風に、でこちら側も、こちらの方も同じように刺していきます。はい、このように3本とも葉っぱの方刺してきました。はい、そうしたら今度いよいよお花なんですが、バリオンステッチを使って刺していきます。でまず赤の4本取りを用意しています。こちらから刺していきます。でですね、ちょっとね、上下逆さまにします。はい、バリオンステッチを 1,2,3 3本使ってチューリップを刺していきます。まずこの一番長い真ん中からです。こちらの方からまず針を出して、この先端から方へ布をすくいます。そしてここに巻きつけていくんですね。これだと、まあ、10回ぐらいかな。ちょっと10回でやってみますね。ちょっと刺しにくいですが、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そしてこのコイル状になった部分を根元に持っていって、この針を抜くんですね。ちょっと抜きにくいんですけども、ちょっとこうぐるぐる回したりしながら抜いていきます。で左の指外すとこんな状態になっています。そして糸をこちら側に持ってきて、またここでこういう風にしてコイルをきれいに整えます。そしてこの針はこちらの方に落として、バリオンステッチが出来上がりました。で、こちら側とこちら側にもバリオンステッチを作るのですけども、ここはまあだいたいこの高さ同じぐらいに合わせていいんですね。これぐらい同じぐらいですね、先ほどのと。そしてこちらの方すくう時に、ここよりも少し低く、こちらの方はちょっと低い位置からすくいます。そして今度は少し短い、この長さが短い分だけ巻き数を減らして8回巻きで刺します。 1,2,3,4,5,6,7,8 で同じようにこうやって左の指で軽く押さえて、右で糸を引き抜いていきます。でこうなっているので、こちら側に持ってきて、で左でこの糸をちょっと持ちながら、右の針でこういう風に整えます。そしてここへ針を落とします。はい、
で同じようにこちら側にも作っていきます。こちらも8回巻きです。 1,2,3,4,5,6,7,8 キューッと根元の方に持っていって、右側の手でこうやって抜いていきます。でこちら側に持ってきて、ギュッ針で整えて、ちょっとこういびつになってしまいましたけども、はい、そして針を落とします。はい、こんな感じ。そして上下反対ですね。チューリップの出来上がりです。どうでしょうか。簡単で可愛いですよ。そしたら今度白と黄色で並べて作っていこうと思います。黄色の方も刺してきました。どうでしょうか。とっても可愛いですね。バリオンステッチの刺し方という動画もありますので、概要欄に URL を貼っておきます。参考にしてください。このバリオンステッチはバリオンローズステッチといって、こうバラを作るのにも便利なステッチなんですね。ぜひマスターしていろいろなお花に活用してみてください。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。今後の動画制作の励みになります。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye! それでは、さようなら。